テカキン TV、レディゴー。ハロー YouTube、どうもテカキンです。いや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 、パフ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 、いや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 。テカキンですね。とうとうこのアパートから引っ越すことになりました。テカキン本当にこのアパートが大好きで、まさかね僕がこのアパートを引っ越すことになるとは本当思わなくて、じゃあなぜテカキンがここを引っ越すのか理由を説明したいと思います。これわかりますかねこれ。これセロテープで補強してるんですけど、体重で重みに耐えられなくてね、こう床がめくれ上がってきてるんですよね。これガムテープで舗装してたんですけど限界ですね。ここら辺も全部舗装してます。僕が原因の一つ目は体重に耐えられなくなった床です。もう本当にね、物が多すぎて、特に服、デカキンの服ってやっぱ XL の上いってるんで、2XL なんですよ、デカキンの着る服って。だから場所を取る、もう全然歩く場所がなくて、もう基本こうカニ歩きで家の中をこうやって歩いてましたね。もうさすがにこれだと生活するのが困難だなということで、引っ越しを決意しました。そして3つ目がこちら、ブッシュバシコンシコーン、メンタルの問題。最後はですね、やっぱりメンタルの問題で、もう今顔赤くなってちょっと泣きそうなんですけど、実は僕本当にここのアパートの大家さんによくしていただいていて、例えば高校生男子とかがねふざけてデカキンタンタンタンって来た時もあったんですけど、その時も大家さんがねうまいことこう対応してくださったり、あと朝の番組に出た時があって、その時とかも大家さんがたまたま見てくれてて、見たよって嬉しそうに言ってくださってるのがすごい嬉しくて、本当に東京の親のように、思っています。でここは家賃も安いですし、本当に居心地が良すぎて、もうだんだんとそうですね甘えるようになってしまいましたね。もうここだったらずっと住めるし、大家さんも好きだし、ずっとここ住もうって思ってたんですけど、やっぱりこの YouTube 界で、しかもYouTube 界のトップのヒカキンさんとコラボを目指すって考えた場合に、このままでは一生コラボできないなと思いました。やっぱり少しでも頑張りを見せなきゃいけないなと。そうなった時に、古い芸人のあれですけど、高い家賃のところに住んで、もう自分を追い込む、広告収入がないと暮らせないってところまで自分を追い込んで、頑張っていきたいなと、引っ越しを決意しました。最後に引っ越しますっていう連絡をやっぱしなきゃいけないんで、大家さんに。その時本当辛くて、なんて言っていいか分かんないなと思いながらも、たまたま庭先で会ったんで、ちょっと大家さんに言ったところですね、なんと分かったよと。でしかも大家さんがもう僕ここに4年住んでたんですよ。4年ですよ、4年住んでたんですけど、実は君と一緒なんだよって言われて、え、どういうことと思ったら、デカキンくんもそうやって YouTube とかでテレビ出たりしてるけど、実は僕も映画監督をやってたんだよ言って、そうなんですよ、大家さんは4年間ずっと黙ってたんだけど、名前を検索したら日本の映画監督ってウィキペディアが出るぐらいすごい人だったの。もうめちゃめちゃ、俺大家さんのこと何も知らなかったわと思って、お腹の周り皮下脂肪、衝撃受けましたね。だからこうやって優しくしてくれてたんだなとか、本当に最高の大家さんだなと思いました。